じゃじゃはい、まあ、昨年、はい、広島が、はい、いや僕の予想では非常に下位に予想してたんですけども、はい、辰川さんはまあ上位ですよね。上位というよりもやっぱり6球団のバランスというか、はいはい、戦力分析した時には、はい、ひょっとしたら優勝もあるんじゃないかなと。なるほどなるほど。いうそこら辺の根拠って何ですか。まあ、まあ、大瀬良が良かったっていうことですね。大瀬良も良かったし、でまあ投手陣がねリリーフ陣さえ揃えば、はい、打つ方は点を取るから、うんうん、はい、でまあ結局結論から言うと、はい、まあ、栗林というほぼ絶対的なクローザー、まあ、7敗しましたけど、はいはい、まあ、その間にあの矢崎とか島内らが出てきて、で大道、はい、でターリーとか、リリーフ陣が非常に良かった。そうですね、うん、だからまあアキレス腱と言われたその中継ぎ陣がすごく出てきましたよね、うん、そう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 。で島内なんかは高校の時の先生に言われたらしいんだけど、能力を引き出すのは心だと。お、自分の能力を引き出すのは心のような気持ち次第だという意味だろうと思うんだけど、はい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 、まあ島内に聞いたわけじゃないんだけど、はい、島内を取材したスタッフから間接的に聞いたんだけど、うん、それでねとにかく気持ちを前面に出して、うん、もうその一球投げたら次に切り替えるというような気持ち で、うん、でまあとにかく打者に向かっていくと。前は2ボールぐらいになったらもうフォアボールいう感じだったよね、矢崎にしても、ね、島内にしても、それがまあフォアボール出しても何しても、まあ、0点で帰ってくればいいという、うん、こうちょっと楽な気持ちになってから良くなったという、うん、あの5位から2位になりましたよね、やっぱこういろんなことが変わらないと、そこまでいかないと思うんですけど、まあ、中継ぎの話は分かりました、うんうん、何がやっぱり一番変わったと思います。あのね、新井監督のねモットーは廃案巧妙、はい、どういう意味か分かる、廃案巧妙、いや廃案いうのは肺への肺で、はい、背中の、はいはいはい、あの暗で暗い肺炎、はい、巧妙なあの光向かっていく、はい、明るい方、はいはいはい、だから暗いいろんな失敗とかいろんなそういうことには背を向けて前向きに行こうという、うんうんうん、まああのごま行の先生に仰せつかった言葉らしいんですが、肺炎巧妙ということで、カープ、はい、まあ牽制でアウトになったりとかね、すごいとんでもないミスいっぱいしましたよ、うん、だけどそれを一切責めなかった。なるほどなるほど。でもとにかく時代に沿って の、 あの褒めて育てるというような感じで、うん、だから羽月が3投ね、2投3投したでしょ、はいはい、あの時でも毎日言ってたそうです、羽月に、むちゃくちゃしろと、むちゃくちゃするのがお前の持ち味だからと、失敗怖がるなよと、それをずっとキャンプから言ってたのがあのクライマックスの一番大事な時に出たんです、ね、出た、本人むちゃくちゃしたらしいですよ、まあ、これどうなってもいいけど、まあそのむちゃくちゃする上ではその裏付けっていうのがちゃんとあるんでしょうけどもね。そうそうそう、やっぱ癖みたいなタイミングみたいなのがあったんでしょうけども、やっぱ雰囲気作りっていうのが大事だったということですか。いや、やっぱり感情の動物ですから、はいはい、やっぱり雰囲気というのは大事で、だからキャンプからね、おかしいな、おかしいな思ったん。何がおかしかった。大森優いますね、やつがあの、はい、サードランナーだったで、バッターはね、誰かわからんけどライトぐらい打ったの。野間が浅いから取って軽く上本に返したのよ、うん、だから大森がホーム帰ったの、ダーッと、はい、そしたら坂倉もホームホーム言わずに結局セーフになった、うん、今までのカープの首脳陣だったら各担当がもうすごくこう注意するわけよ。バカたれって言ってる。いや、バカたれは言わないと思うんですが、言ってたでしょ。いや、言ってた、言われてたけど、言われた、言われてた。でも今年は謙虚ですね。いやいや、今日もあんまりいやそういう言葉をね使っちゃいけない、ね、なるほどで、まあの普通の間が取ったらすぐ返せとか言って、で、上本も取ったらすぐお前キャッチャーに放れと、で、まあ坂倉にも普通バッテリーコーチの石原が、はい、おい、ちゃんとお前ホーム行って声出せとか言って言うんだけど、みんなこう黙ってるんですか。あ、でも次のプレーに行ったの。あれ、これなんかおかしいなという感じで。いや、でそれ大丈夫ですか。でもいやいや、それで後でおそらくロッカーかどっかで注意したんだと思う、ね、だから結局そのファンの前とか、はい、私ら評論家の前では一切そういう注意したりとか怒ったりのはなかった。
でそれは言ってるでしょうね、やっぱ裏では、うん、でもね、新聞記者が聞いたのよ、はい、どうして注意したり怒ったりしないんですかって、ね、で皆さん一生懸命やっとる選手にね注意する必要はないと、誰にもミスがあるし、ね、ミスしようと思ってミスしてしないというふうに選手をもう全面的にかばったの、うん、で最後の方で新聞記者が今年1年振り返ってどういう気持ちで野球をやりましたか、言った時にさっきの廃案巧妙、うん、廃案巧妙分かります、覚えました、失敗いきます、背を向けて、うん、いやいいことだって、いやいや失敗で、暗いのはそれも背を向けて、もう全然ね、はい、もうそれで明るい方に向いていこうということで、はい、いい言葉やな、まあそうですね、うん、だから、まあ、その鍵にはね、新井はそういういろんな、まあ、談話しなきゃいけないけど、すべてほぼ藤井ヘッドコーチ、あ、そうなんですか、がいろいろやってた、メンバーをこう決めて監督をしましょうとか、はいはい、でまあ準備とかなんとかあるじゃない、相手のピッチャーとかなんとかで、はいはい、4回の表によ3点ぐらい負けてて、もう松山を、はい、ノーアウト満塁でもうピン切ったりかして、まあそうですね、早かった時ありましたね、ドームで、はいはい、あとはちょうど見に行ってたんじゃない、はいはい、多分評論家してたかと思うけど、はい、だから勝負どころと思ったら早め早めに言うのは監督の中ではそれはもうできないから、だから藤井が全部準備させてた、うん、でピッチャーのところに誰をはめ込んで、ほんでライトのところに誰をはめ込むとかなんとかいうのタタタタタッと監督に、監督がこうやって聞くようにだから藤井はねすごい、でやっぱり中西とか、うん、阪神の関係者に聞いたら穏やかで頭がねシャープ、なるほどなるほど、うん、その、まあ、昨年ね、うん、2位になった広島ですけども、うん、今年はどうですかね、まあ、西川が抜けたよね、はい、3割5厘、はい、まあ780打点、はい、出塁率がまあ4割近いバッターが抜けたというところで、まあそうですね、はい、若い人がチャンスはあるけど、はい、やっぱり彼のバッティングどう、まあ、天才的ですよね、やっぱ芯に当てるのうまいし勝負強いし、西川を天才って呼んだのは僕が一番最初じゃないかなって思うぐらい、大橋言ったことないよ、悪球打ちとは言ったけど、まあまあそうですね、天才だ、天才って言いました、西川に今度会ったら言っとくよ、言っといてください、高豊が天才だって褒めてたよ、いやだから僕は最初に言ったんじゃないかなと思って、あいつは天才的だなっていう、まあちょっと一郎を彷彿させるような感じで、まあそういうところで得点力がどうかなというところだよね、でも辰川さんは広島ずっと見てて、ええ、若手だったら誰に期待します、その穴を埋めるといえば、難しいな、末かね、田村っていうのを、ああ田村ね、ものすごい期待してるんですよ、うん、田村はね、高校の監督が長打力は山崎武史、うんうん、ミートは一郎、うん、スローイングものすごい肩強いんですよ、はい、投げるのは、まあ、二刀流やろうかというぐらいだったから、はいはい、投げるのは工藤公康いて、はい、名電の、今までそうそうたるメンバーのいいところをみんな持ってると、はい、まあ、リップサービスかもわからないけど、まあ、それぐらいのものはある、ね、うん、はい、ある僕ね、昨年のキャンプの時、うん、テレビ見てたんですよ、うん、で新井監督がちょっと T をやったんですよ、あのスイングを見て、うん、あすごいなと思いました、あじゃ あ, 前田がね2年目から大活躍したんです、はい、彼2年目か3年目だもんね、かな3年目になる、3年目だな、はい、じゃあ一番いい時じゃん、はい、じゃあ豊かそれキャンプでよう見とくわ、いや見といてください、じゃこれシーズン始まった時にライトが野間守るから、はい、でも彼はライトが得意なんだけど、いや野間をレフトにすればいいやん、まあ、それもいい考えだな、ああいや野間をセンターにして秋山はレフトにしてもいいよな、ああ今守備範囲が野間の方が広いから、まあそうですね、ああ、まあ、田村がセンターでもいいです、まあいいよねそれ、でも左がね多いんだよね、でも左が多いって言ったって左右ももう関係なくないですか最近はね、打てる人は打つでしょ、そうそうそう、だから結局左対左でね難しいのは宮西とか加、はいはい、山とか、そうですね、今の変則的なピッチャー来ると難しいだけで、はいはいはい、ただこう今永とか、はい、東なんかは左の方が よく打ってるからね、チェンジアップがないから、そうですね、うん、だからあんまり関係ないなと思って、田村が成長したらどんな選手になるのかなって楽しみでしょうがない、いやいい体してるし、鈴木誠也のような選手になる可能性はあるよね、なるほどなるほど、うん、それを踏まえて今年のカープってどうですか、うん、
だからやっぱり去年2位になったので、はい、でまあ今の島内、矢崎、はいはい、栗林あたりが、まあ、栗林がまあその1、2年目も戻ったらやっぱり今年も安定してるよ、なるほど、ある程度、はいはい、だから優勝争いは絡んでくると思うよ。なるほど、ね、うん、だから阪神に負けたのはね、やっぱり甲子園、はいはい、甲子園2勝しかできない。ただ岡田監督のあの采配、ああすごくないですか。あー、そうかもわからんな。大見て、大見て聞いたことある。いや、ありますよ。あ、そう。いや、対監督との戦いっていうのもやっぱないですか。 あるね、あるね、あれやっぱりね、はい、岡田監督の時に新井監督がまあ選手でいたでね、はいはい、そしたらやっぱり舐めはしないし、はい、油断はしないけど、やっぱ見下ろしたような感じ、もうそうですね、なってるよね、今ちょっと図式が、はい、だからクライマックスシリーズの時に、うん、阪神広島で戦ってる時に、うん、やっぱ仕掛けようとするんだけど、うん、仕掛けられなかったでしょ、うん、DeNA の時のように。そう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 、全然もうね、機動力使えないし。そうですね。でまあ、 乱戦があったでしょ、うん、あの時でも高校野球の時にがむしゃらにやりますって新井が言ったら、うん、新井金属バットはあかんでこう岡田監督も軽く覚えてる、あれ覚えてます。なあ、あんな答え返さんだろ、そうそう、がむしゃらやるな、こっちも負けずにって普通言うじゃない、普通なら、はい、新井高校野球みたいにやるいたって、あの金属バットでやらんととか言って、あの辺が岡田監督のやっぱりね、家でも3回作ったら、はい、やっぱいい家ができるって、ね、ね、岡田監督、オリックスの監督、はい、で星野さんの後に1回監督やって、はい、これ3回目の監督じゃない、はいはい、だからやっぱりね、いろんな経験をしたから、うん、やっぱり落ち着いてるよね。まあそうですね、うん、まあ、辰川さんも監督経験あって、うん、私はまだ1回しか家作ってない。いや、ただ、はい、ただやった経験として、やっぱり1年目の雰囲気と2年目の雰囲気ってやっぱ変わってこないとおかしいでしょ。まあ、同じようにはいかないと思う。いや、同じようにいったらそれはもう進歩はない。そうですよね、うん、だから広島がどう変わってくるのかなっていうのが、そうそうそう、楽しみ。だから新井がこの敗暗巧妙で今年もできるかというところがあるけど、はい、やっぱりタイガースに勝ちたいという気持ちが出た時にどうなるかなと、うん、まあ、がむしゃらに、とにかくガガガガガガむしゃらというのが昨年のキャッチフレーズ、はいはい、今年のキャッチフレーズがシャーズ、シャーズ。なんすか、どういう意味ですか。よっしゃーのシャ ー。もう決まったんですか。もうどこの球団も決まってるじゃないですか。シャー、シャー、シャー。期待できますか。シャーズ。わかりました。はい、シャー、シャー。